来ちゃった。いるいる、まだいる、まだいる、まだいる、おっしゃ、おる。いや、救って救って、あ、はい、入りそう。はい、皆さんこんにちは。ということで、今から狙っていく場所がですね、ここです。ここ。ここ。これです。愛知とかね、まあ、その辺の、まあ、ちょっと田舎行ったぐらいじゃ追ってもイモリですよ。で、闇雲に探すんじゃなくて狙うべきはね、こういうところ。こちら、あの農地にね、水を流すために、ここに水を通すんですよね。そうすると上流の水門が開いた時に川から魚がブワーって流れてきて、でこういう水たまりに魚が取り残されるっていう現象がね、ちょうどこの時期だけね起こるんですよね。凍ってるやん。いや凍ってますやん。これちょっと止まりすぎてんだな水。でもこの氷を割ったら下におるパターンあるからね。いないか。いそういそう、こういうとこだよ。ここ繋がってるとこかな唯一。うわめっちゃいそう。ちょっと待ってよ。うわめっちゃいそう。ここここやば。あの多分土管の中にねおるだろうな。ここ行ってもでも逃げられちゃうから、とりあえずここはスルーですね。こうなんてことないここの側溝にすごい魚がいるんで、これをね今から取りに行きたいと思います。これでこっちの水路とつながってるとこの穴をもうパッて塞ぐから、あとはもうそこにおるやつを これで救うっていう感じにしよう。うん、行っちゃった。いるいる、まだいる、まだいる、まだいる、おっしゃ、おる。いや、救って救って、あ、はい、入りそう。はい、入る。おっしゃー、取ったー、取ったー、よっしゃー。うわー、行っちゃったー。いるいる、まだいる、まだいる、まだいる、おっしゃ、おる。いや、救って救って、あ、はい、入りそう。はい、入る。おっしゃー、取ったー、取ったー、よっしゃー。やった逃げうわ行っちゃったー。いるいる、まだいる、まだいる、まだいる、おっしゃ、おる。いや救って救って、あ、はい、入りそう。はい、入る。おっしゃー、取ったー取ったー、よっしゃブラウンとニジマス、え、いやどっちも アマゴです。アマゴ、あ、じゃあブラウンか。あ、ブラウン一匹にこっち入っちゃったけど抑えた。しかもオスの綺麗な、やっよかった。ここですよ。でこの穴をね、なるほど、サガンとアカン食って、じゃあ取ったぞみんな。ついにブラウンリベンジ大成功。しかも2匹で、こっちが結構いいサイズのブラウントラウトだね。まあ40ないかなっていうぐらいの。2匹取れましたね。3匹おったわ多分ね。でこいつらは侵略的ね外来魚ってことで、まあ、この辺でもちょっと問題になっているような対象魚なんで、逃がすことはちょっとできないんで、このままね持って帰って食べてみたいと思います。でもこのブラウントラウト、ニジマスとかイワナとかよりも、うん、あのアトランティックサーモンってスーパーで売ってるじゃないですか。 あれ大西洋鮭っていうんですけど、うん、あの大西洋鮭と同じ仲間なんで、ちょっとあの味が違うかもしれない。なるほど。ブラウントラウトは湖にいるタイプと河川にいるタイプと海に降りるタイプがいるんで、この子は河川に残るタイプですね。メスはねもうちょっと鼻が丸いんですけど、この子たちは多分2匹ともオスなのかな。冬なんでだいぶ色が茶色っぽくなって、この茶色い体色から茶マスなんて言われたりしてます。さあどんな味がするんでしょうね。怪しいぞ、ここもここも怪しい。慎重に行くぜ。ここどうな、逃げる場所ある、いる、どうどうですか、いそういそう、うわいそうやけどいない。やっぱちょっともうちょい深みがいるんかな。深みがあることで多分入ってきたやつが落ち着けるエリアがある。ここめちゃめちゃね有力な場所なんだけど、このねこっちの川とつながってるんですよ。だから逃げられるんですよね。だから逃げられる前にこことこことここの間にこうトンネルがあるから、そこを塞ぐ。いいよ、もしかしたらおる。いけ、こっち。あ、いた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 。うわ、いた、いた、いた。本当に、うん、すぐに、あー、いた、うん、行っちゃったね。すぐに行っちゃった、うん、行っちゃったわ。一匹おったわ。カメラに映ってるんじゃないこれ、多分最初に。うん、でもそんな大きくなかったね。つっかえちゃった、ここに。あの、大きい網じゃないとダメだね。見た、でもこれ繋がってるからね、ここ逃げられちゃうんですよ。
めっちゃいそう、ここここぜ、ここやばくない？深い。いた、いた、いた。え、ちょっと待って、浮いてる浮いてる。みんな見てこれ、やばい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 。何これ、浮いてる。ちょっと待って、これすぐ救える。ちょっと待ってよ。静かにね、静かに。これ完全魚じゃん。この草の下に隠れてるわ。大きいのでいいよ。で、ちょっとこっち来て、こっち一回来て目視して、でその後多分パッて取れるわこれ。あの草にね、多分突っ込んで隠れた気になってるこいつ。本当だ。なんだろう、これは模様見えるぞ、これカメラ越しに。ブラウンかもしれん。なんか斑点が見える。逃げる場所ここない。はい。うん。だからもう作っちゃって、それで。俺これこのまま持っとくわ。どういう風でも。あいつのケツからその大きい網でガンっていけばもう、まあどちらにしろこれ逃げきる、もう逃げる場所ないからここ。まあ一発で取れんくってもね大丈夫だから多分ここは。さあ行け。お、いいぞ。お、いいぞ。行った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 。うわー、一撃。あ、ブラウンじゃない？ブラウンだ。うわ、ブラウンだ。3本目、よーし、すげー、隠れた気になった。この隠れる場所ねえから、あんなとこに頭突っ込んで隠れた気になってた。いっぱいいるね。下すごい、ほら。おお、本当だ。獰猛な食性が伺えます。すごい。何でも食っちゃうんですよ、これの口でね。いやー、素晴らしい。いたねー。これが田んぼ残されグラウンです。うわ、映る映る。うわー、でかっ。見てこれ、あれ、ここにここでじーっと見てたらね、出てきますよ。ほらほら、こいつ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 、もっといっぱいある。ここ、ここ10匹ぐらいある。うわ、出てきた出てきた、でっかいな。出てきた出てきた、でっかいな。めっちゃでかいの出てきたよ。逃げた？あ、でもさ、多分そっちにもいっぱいあると思う。やばっ。あっ、あー、なんで抜けた。いや、もういないよ。うん、これ一見歯がなさそうに見えるじゃないですか。だけどここ触ってみるとね、すごい硬くて鋭い歯が手に刺さります。歯茎に埋まってる感じですね。1日経ったら色が白くなったね。まあ、サイズ感の違いかもしれないですけど、メスオスだと思います。トラウト類はだいたい口が尖っていかつい顔になるのがオスですね。さあ何を食べてるんでしょうか。あー、胃袋何にも入ってないね、これは。なんか身がピンク色だぞ。うまそう。うわー、これはね、予想外にいいですね。なんか身がほんのりピンク色してるのもいいよ。
っていう美味しさランキングの中でブラウントラウトは一体どこに来るのかっていうのが見ものですね。濃い味付けで舌を騙さないと食べれないような魚ではね、結局のところ食材としての利用価値は生まれてこないんで、今回はねシンプルな調理方法で判断していこうと思います。ここに骨が入ってますね。いただきます。身ふわふわ、味も正直言ってねうまい。いただきます。うん、うまっ。全然嫌な風味ないわ。ただただ美味しい天ぷらです。これは噛み心地、舌触りともにとても良好です。変な魚臭さとかも一切ないし、噛んでいくとね魚の上品な旨味がね口の中に広がります。これはお世辞抜きにうまい。ということで気になる点数は90点。